皆さんこんにちは、ココレンスワテン大塚です。はい、今日はですね、ちょっと自宅で撮影をしております。今日は咀嚼音 ASMR って皆さんご存知ですか？咀嚼音がちょっと今なんか流行ってて、それをやるつもりだったんですが、ちょっと持っていたマイクすべてなぜか使えない、壊れてるっていう感じで、これできねえなってなりまして、急遽咀嚼音ではなく、まあ、私が食べたり飲んだりしてる動画を皆さんに配信しようかなと思ってやっております。一応でも咀嚼音に良さそうな、食べ物は集めておきましたので見てってください。それでは始めていきます。レッツゴー。はい、では始めていきます。まずこちらです。紹介はドン。はい、サントリーのストロングゼロですね。本日の料理のお供はこちらでいきたいと思います。今何時ですかね。2時10分。はい、ではいただきます。乾杯。うまい。で、用意したまず、食べ物を紹介していきたいと思います。まずこちら、人参スティックですね。まあ、これは王道ですよね、やっぱり。次ですね、ドン、きゅうり1本丸々用意しました。次ですね、こちら、じゃじゃん。皆さんこれ見たことありますか？私見たことなくて、なんか大根の一種らしいんですよね。これがまたすっごいいい音するんですよ。これはもう一番いいかもしれないですね。やっぱ咀嚼音といったらおしんこなんで、今回こちらたくあんを用意しました。いい匂い、綺麗ですね。すごい綺麗。そして最後なんですが、私が苦手なっていうか、あんま食べたことすらないこちら、セロリちゃんです。まあ、でもなんかすごいいい音がするらしいので、まあ、ちょっと挑戦しようかなと思ってメンバーに加えました。じゃーん。こんな感じで順番に食べていきたいと思います。で、まあ、ちょっとやっぱ野菜そのまま私食べるの苦手なんで、こちらですね、野菜のためのディップソース、こちらをちょっと野菜につけて食べていきたいと思います。それでは何からいこうかな。こんな感じで袋に入ってますね。こちらをつけて食べていきたいと思います。いただきます。じゃあまずこちら、人参からいきたいと思います。いただきます。これめっちゃ美味しいです。これ私野菜基本苦手なんですけど、そんな私でもめっちゃいっぱい食べれそう。うまい。うん、とりあえず一通り食べていきたいと思います。次こちら、きゅうりですね。いただきます。安定の美味しさ、きゅうり。もうきゅうりは安定ですよね。みずみずしい。
最高。じゃあ次、皆さんこれ気になってたと思うんですけど、これ食べていきたいと思います。色かわいいですよね、ピンク。いただきます。これ ASMR 絶対やりたい。めっちゃいい音する。うん。後味ちょっと苦いかもしれない。たくあんが、これですね。ちょっといきたいと思います。うん、うん、めっちゃいい音する。素晴らしい。では苦手シリーズセロリさんいきたいと思います。いただきます。ちょっと多めにいきたいと思います。いきます。なん涙が出そう。ちょっともう一回食べてみます。セロリダメです。セロリダメです。明日職場の人にプレゼントしたいと思います。ごめんなさい。ではですね、こちら残ったものを食べていきたいと思います。ラスト。
様でした。いただきます。ご飯ごちそうさまでした。うまい。ごちそうさまでした。はい、いかがでしたでしょうか。思ったよりお腹いっぱいになりました。量は結構食べてるんですけど、物的に結構ヘルシーだと思うので、結構体にいい、健康的になるんじゃないかなと思うので、また機会があったらぜひこれからもやっていきたいと思います。見てくださってありがとうございました。ココレンスワテン、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。今日はこれまで。ありがとうございました。バイバーイ。